皆さんこんにちは、セイラです。皆さんは日本が開発中の新型発電をご存知でしょうか。毎年日本では電力不足が重要なキーワードとなっています。日本では東日本大震災以降、日本の電源バランスは大きく変化しました。原子力発電所の停止によって原子力発電の発電シェアが多く低下し、そこを補うように火力発電のシェアが大きくなっています。そういった中で期待されるのがクリーンエネルギーによる発電です。日本はこれまでのように温室効果ガスを排出しながら発電するということではなく、電力需要と温室効果ガス削減という2つの課題を解決する必要があります。そこで注目されるのが温室効果ガスを排出しない発電法です。有名どころでは太陽光発電や風力発電、水力発電などです。そして今回注目するのは海流発電という発電システムです。これは海流の力から発電を行うもので、再生可能エネルギーから発電を行うものです。発電の救世主になるかもしれない海流発電にフォーカスしていきます。水中浮遊式海流発電システム、海流ついに実用化。持続的で信頼性の高い再生可能エネルギーを生み出すために、さまざまな方法が考案され、そして試験を繰り返しています。そんな中で考え出された一つに海流発電があります。長年に及ぶ開発と実証実験を終え、水流発電システム海流は今後10年で実用化の段階に突入します。海流は海流からのエネルギーを利用するように設計された実験機です。設備としては全長と幅がそれぞれ20メートル、重量330トンの本体に直径11メートルのブレードが2基ついた巨大な設備です。海面から30メートルから50メートルの水中に浮遊するように設置し、1.5 メートル毎秒で100キロワット発電できるように設計されています。海流発電とは、海流発電は羽で受けた運動エネルギーをタービンを介して回転運動に変え、発電機が回転することによって電気エネルギーを生み出す方法です。原理としては風力発電に似たものですが、海流からエネルギーを取り出すというのがポイントです。風力発電と似ていますが、海流と風では密度も約800倍と大きく異なります。この大きなエネルギーを活用しようというものです。タービンの種類もいくつか考案されています。海水の流れに対してタービンの回転軸を水平に向けて設置し、タービンには風力発電と同じように複数の羽を取り付ける水平軸型タービン。海水の流れに対してタービンの回転軸を垂直に向けて設置し、羽も回転中心の外側に垂直に複数配置される垂直軸型タービン。この方式は断面は均一で、プロペラ式より安価に製作できると言われています。最後に海流の流れの中に翼を置くことで、羽の上下に抗力と揚力が働き、その上下動を振動と捉えて発電する方式である振動水中翼型が考案されています。海流発電のメリット。ここからは海流発電のメリットについてお話ししていきます。まずは安定した発電が見込めることです。海流は風に比べて密度が大きく安定しているため、流れが遅くても大きな電力を取り出すことができるのです。このことは安定した発電量を期待できるということになります。例えば再生可能エネルギーからの発電の代表格である太陽光発電、風力発電は発電量が天候に左右されます。そのため安定的に発電できないという弱点を抱えています。安定的に発電することができないことは、電力は貯められないという性質を考えた場合、ベースロード電源と呼ばれる火力発電などを調節する必要があります。これは他の発電方式で天候条件が悪い時に備えて大きな電力を発電できる設備を整えておく必要があることを意味します。その点で海流発電のメリットは非常に大きいと言えます。次にコストを抑えられるという点です。風力発電のような高い鉄塔は必要なく、海に重りを沈めてワイヤーで係留するという仕組みでコストを抑えられます。
コストを抑えられるということは非常に重要なことです。特にこういった新たな方式の開発などの場合、コスト高は普及に際して大きな壁となるケースが多いです。世間に普及させるためには、いかに安くそして簡単にという部分が問われる局面が頻繁に見られます。コストや簡単にという部分がクリアできないと、どんなに素晴らしいテクノロジーでもなかなか普及しないのが現状です。海流発電の課題。海流発電の課題は、海流は時に流れが変わること、そして流れの速さが異なるため、発電設備の設置場所を選ぶ必要があることです。発電設備の設置に関しては、変化する海流に対応することと、海洋であるため漁業に対する影響も考慮しなければなりません。また設備的にも、風力よりも大きなエネルギーを活用するため、強度と耐久性が求められます。特に海洋は高潮や台風などの影響を受けるケースが考えられます。それに耐えられるだけのハード的な耐久力は絶対です。同じような部分では、海洋での発電となるので、海水の塩分による錆対策も必要です。さらには貝の付着の除去などにコストがかかります。発電した電力をどのようにして海洋から消費地である陸地へ運搬するのかということも考えなければなりません。海流発電は海洋で行うため、陸地とは距離があります。この送電網を整備する必要があり、こういった部分のコストも課題の一つです。日本が発明した海流、海外の反応。海流発電の試験設備である海流が実装実験に入ったことで、海外からも様々な声が寄せられています。海に沈めて永久に動くものはないけど、比較的長持ちさせる方法を見つけたら、かなりの電力を提供してくれるだろうね。とはいえ、再生可能エネルギーが石油ベースの発電量に匹敵するものはないよ。日本が米国を凌駕しようとしている。水車のハイテクバージョンだね。ただ懸念点を挙げる声も目立ちます。そして海水の循環が遅くなるんですね。これは間違いなさそうだね。海洋生物影響ないの？確か他で試験している似たようなものでは、クジラみたいな巨大生物が近づくと停止する複雑なセンサーを搭載していたよ。これも同じようにしてるといいけど、といった声が見られました。世界でも海流発電に関しては興味津々といったのが正直なところだと思います。日本の状況次第では、有力な発電手段として世界中に広まるポテンシャルは十分だと思います。それだけに、海流の実証実験結果には世界から熱い視線が送られていると言えるでしょう。まとめ。ここまで日本の発電事情を救うかもしれない海流発電についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。日本は離島が多く、広大な排他的経済水域を抱える海洋国家です。それだけに、海洋を資源として使わないのはもったいないお話です。海流発電という部分では、日本近海は黒潮などの強い海流に恵まれています。日本の電力事情は危機的な状況を迎えています。夏冬の電力供給は逼迫し、節電や古い火力発電所を急遽復帰させるなど、緊急的な対応を続けています。根本解決としては、発電量を増やす必要があり、しかもそれは温室効果ガスを排出しない方法で発電量を増やしていくことが目指されています。海流発電は温室効果ガスを排出せず、しかも安定的に発電量を確保できる発電システムであり、有力候補の一つとなるでしょう。世界的に見ても、人口が増加し電力の要求量が増加している中で、いかにクリーンで安定的に発電量を増やせるかは共通の課題です。海流発電は海があればできるという、場所を比較的選ばないという部分でもフォーカスされそうです。今後実証実験が行われる海流の動向には注目していきたいところです。それでは最後に質問です。皆さんは日本が開発中の新型発電についてどのように思いますか？
ぜひ皆さんのコメントをお待ちしております。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。